瀬島については確かにうさんくさい。ボスは怪しさポイントを3つ挙げていたが、私もそれらについてはおおむね同意だ。そこで瀬島が所有している携帯の通話履歴を調べてみた。本人名義のものと偽名で登録されている例のレンタルスマホについて。何か分かったのか？いや、何も。なんだよ。まあ待て、最後まで聞いてくれ。そこで次に瀬島の秘書の携帯について探ってみた。すると一件だけ妙な着信履歴が。電話があったのは1週間ほど前のことになる。発信元は府中刑務所。かけてきたのは受刑者で、証拠番号は89号。それって、ああ、おそらくそうだろう。捜査本部にかけてきたあの89号と同一人物と思われる。俺は奈良美翔子を殺した犯人を知っている。お前が一回も成功したことないやつだな。ナンパね。それはわからないんだ。わからない。戸籍に登録されていない人物なんだよ。外国人の可能性もあるが、国籍は不明。ただ日本語を流暢に話すことから。一言で言うと暗殺者だ。裏社会の人間から依頼を受け、ターゲットを闇に葬り報酬を受け取る。そっちの世界ではファルコというコードネームで呼ばれていたらしい。ファルコ。そう、ファルコだ。殺人だ。複数の人間を殺した罪で無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。不明だ。瀬島に聞いてみるしかないだろう。89号は翔子を殺した犯人を知っていると。ああ言ってたな。本当かどうかはわからないが。事件とのつながりは？皆目見当もつかない。正直言ってお手上げだ。89号か。宇宙刑務所に行ってみるか。いや、時間が惜しい。ボスに連絡して89号をアビスに連れてくるよう頼んでくれ。分かった。あの冷凍倉庫、死体はなかったそうじゃないか。もう私に用はないと思うが。おい相棒、見ろ、半魚人がいるぞ。瀬島は裕福な国会議員だ。半魚人ぐらい飼っていても。半魚人？Thank you.
伊達って灯籠っぽい女の子が好きなんだろう。俺が好きなのは素人っぽい女の子だよ。いや、玄人っぽい子も好きだし、いや、どっちも好きじゃねえし。黙秘すると言ったはずだ。どうして？結局あの倉庫には何もなかったんだ。理由を隠す必要なんてないだろう。どうやら答えるつもりはないみたいだな。しつこいな、お前も。翔子に電話して何を聞こうと思った？プライベートなことって何なんだ？そもそも翔子とはどんなつながりが？令状を持ってきたら教えてやろう。一体何度言えば気が済むんだ。私はそんな奴のことは知らん。顔も見たことはない。伊達、これを。やっぱり嘘か。まあ、見るまでもなく分かっていたが。だが、どうして瀬島は嘘を？イリスは殺されたわけでも何でもないのに。イリスとの間には知られたくない秘密がある。そういうことか。89号？誰だ、そいつは。府中刑務所で服役中の受刑者だ。コードネームはファルコ。暗殺業を生業としていたらしい。そんな奴がこの日本にいたとは驚きだ。で、そいつがどうしたって？今から1週間ほど前、あんたの秘書に電話をかけている。そうか。だが私の耳には届いておらん。要件はわからんが、どうせくだらん陳情か何かだろう。私には報告するまでもないと思ったのではないかな。詳しいことは秘書に聞いてくれ。私は何も知らん。さあ、もう十分だろう。私は忙しいんだ。これで失礼するよ。ああ、最後に一つだけ。正直に言うと、私はお前のことが嫌いなんだ。顔も見たくないと思っている。だからもう二度と私の前に姿を現さないでくれ。お互いのためだ。いいね。あの野郎！伊達、血圧の上昇値が半端ない。このままではぽっくりいってしまうレベルだ。とにかく、落ち着いてくれ。我々には他にもやらなければならないことが。わかってんだよ、そんなことは！レンちゃんのことね。せっかく来てもらって悪いんだけど、実は何の手がかりもなくて。そうか。ママって意外と冷たいんだな。それは冷蔵庫よ！私はこっち！
だってちゃん、私が悪魔に変身するとき、なんて言うと思う？デビール。なあママ、あの黒板にボケロネスって書いてあるが、ボケロネスってなんだ？私が昔ネットの掲示板でよく言われた言葉よ。ボケネロカスか。なんかこうしてると落ち着くのよね。なんで落ち着くんだ？俺に聞かないでくれ。調子ね。あっちの調子だったら抜群だけど、試してみる？なんだかよくわからないが、試してみたらどうだ？絶対嫌だ。レンちゃんと熊倉組に繋がりがあるのは知ってるわよね。ああ、知ってる。この店で、あいつ本人の口から聞いたんだ。レムニスのタレントのスキャンダル。その揉み消しなんかを依頼してるとか。今はな、あいつがレムニスの社長になってからそうだ。だがそれよりももっと前。沖浦が高校生だった頃から、あいつと熊倉組には関係が。伊達、君は殺された死体って見たことあるかい？君は警視庁の人間だ。所属までは聞いちゃいないが、交通課ってことはないだろう。だとしたら、お前はどうなんだ？僕かい？僕は、まあ、あるよ。それも一体や二体じゃない。数えきれないほどの死体を。高校生の頃、ちょっとやばいバイトをしててね。暴力団の熊倉組って知ってるかな？そこの連中がやってた、オレオレ詐欺の受け子をしてたんだ。指定された場所まで行って、相手から金を受け取り、組織の奴らに渡す。誰でもできる簡単なお仕事さ。それを続けてるうちに、幹部の連中とも親しくなって、やがて大きな山にも連れて行かれるようになったんだ。その山っていうのは？ターゲットは身寄りのない地方の老人。広大な山林を所有しているじいさんやばあさんたちだ。彼らは日常的に寂しさの中で暮らしている。ちょっと甘い言葉をかければ、コロッと騙されてしまうんだよ。組織の連中はそうして老人たちに近づき、組の関係者を養子縁組させる。その後折を見て、彼らに大量の酒を飲ませて泥酔させ、熱い湯を張った浴槽にぶち込み放置する。すると、
いとも簡単に、あっけなく、彼らは死ぬ。脳梗塞や心筋梗塞を起こすか、意識を失って溺死してしまうんだ。大抵の場合、警察はまともに調べようとはしない。病死、または事故死として簡略的に処理される。隠して、養子となった組の関係者は広大な土地を相続。それを売却することで、組に多額の収入がもたらされるという仕組みだ。僕はそうして殺されていった老人たちをたくさん見てきた。その犯罪を明るみにしようとしたジャーナリストや、ルポライターが処分されるところもね。だから僕は、ああ、なんでこんなこと話してしまったんだろう。僕のこと逮捕するかい？お前は直接手を下したわけじゃないんだろ？ああ、僕はただ見張りをしてただけだ。でも、ファルコのことね。知ってるのか？裏社会では有名な殺し屋だったから。と言っても噂程度のことしか知らないけど。どんな噂が？成功率 100% で決して証拠は残さない。とにかく殺しの腕にかけては一流だったみたいよ。あったことは？あるわけないじゃない。だから顔も知らないし、どんな人物なのか。他に情報は？熊倉組とつながりがあったとかなかったとか。また熊倉組か。私が知ってるのはそれだけよ。今のところ他に話すことはないのよね。お役に立てなくてごめんなさい。いや、気にしないでくれ。夜になったらもう一度来てもらえる？一人ね、レンちゃんと親しいお客さんがいるんだけど、その人が今夜来ることになってるから、彼に聞けばもしかしたら何かわかるかも。今夜だな。え？待ってる？昨日は失礼しました。断りもせず突然お邪魔してしまって。あ、いえ、むしろ感謝しています。あなたのおかげで水木は声を取り戻すことができたんですから。そんな、私は何も。
前から気になっていたのですが、この絵は？イリスが12歳の時に描いたものです。左は瞳さん、真ん中にいるのがイリスですね。ええ。では、右にいるのは？当時私が交際していた男性です。といっても、お付き合いしていたのは3ヶ月程度のことですが、私と彼が出会ったのは今から6年前のことです。港区にある育女神社ってご存知ですか？そこでお参りしてた時、声が聞こえてきたんです。苦しそうなうめき声が。社殿の脇に回り込んでみると、一人の男性が座り込んでいました。お腹から大量の血を流して、私は慌てて携帯を取り出し救急車を呼ぼうとしました。すると彼は私の体を手繰り寄せ、いきなり唇に。何が起こったのかもわからず、私はただ呆然と彼の瞳を見つめることしかできませんでした。足音が聞こえてきたのはその直後のことです。続けて耳に届いたのは怒鳴りつけるような男性たちの声でした。どうやら男たちは誰かを探してるみたいで、やがて足音が遠ざかり声も聞こえなくなった頃、彼はおもむろに唇を離して言いました。救急車は呼ぶな、警察にも連絡してはならない。事情を察した私は彼を闇医者のもとへと連れて行くことにしました。闇医者？もともと沖浦君の知り合いで、前に一度紹介してもらったことがあったんです。出会って一分で口づけを交わした私たちでしたが、二度目が訪れるまでにはそれからしばらく時間がかかりました。初めて手をつないだのは一緒にホラー映画を見た時で、初めて腕を組んだのは遊園地のお化け屋敷に行った時でした。といっても私の方から腕を絡めに行ったわけではありません。急に現れたゾンビに驚き、彼の方から私の腕にしがみついてきたのです。そんなお茶目なところもあったりして、私はどんどん彼という存在に惹かれていくことになりました。二度目に唇を重ねたのは車の中。ありきたりですが、ドライブをして夜景を見て、人気のない倉庫街で車を止め、特に告白のようなものはありませんでした。私と彼はいつの間にか自然と寄り添うようになっていったのです。